只見線は、福島県会津若松駅と新潟県小出駅を結ぶ、全長約 135km の路線です。2011年の新潟・福島豪雨により、甚大な被害を受け、会津川口駅から只見駅までの区間が不通になっていましたが、2022年10月に新たな経営スキーム、上下分離、で全線運転再開しました。本動画は、2023年8月に開催された、ビュートラベル主催、110系で行く、納涼只見線の旅ツアーの模様を収録したものです。本日は百島系で行く絶景、橋梁、只見線の旅にご参加いただき誠にありがとうございます。本日皆様に同行いたします株式会社 JR 東日本ニューツーリズム&セールスの添乗員の小出と申します。どうぞよろしくお願いいたします。小出駅を出発しました列車はこの後只見駅、会津川口駅、会津柳津駅、只見駅の順に只見駅は本格この後、只見駅、会津川口駅、会津柳津駅の順に停車してまいります。小出駅から只見駅までは、三段道も只見線、沿線、電気会議の皆様の車上ガイドと車内販売がございます。会津柳津駅を進みますと、只見線地域コーディネーター酒井さんの車上ガイドがございますのでお楽しみください。座席は指定させていただいておりますが、ロングシート部分は自由席となりますので、ご自由にご利用ください。何かお船の点がございましたら、お気軽に添乗員、車内係員までお尋ねください。それではどうぞごゆっくりおくつろぎください。車窓から見えるビューポイントなどをご案内させていただきます。早速ですが、右手方向の方をご覧いただけるでしょうか。高い山が3つ連なっております。一番左側が越後雲ヶ岳。その真ん中のちょっと低く見えますのが中野岳。その右側が八海山でございます。この3つを合わせて、越後三山と呼んでおります。八海山は、霊山の山であります。越後駒ヶ岳は日本百名山になっております。このまま貯蔵しておく施設です。右手前方ですね。チャレンジ時に向かって JA 北ウォルマというこの辺のウォルマコシヒカリの米を貯蔵しておくことになります。越後広瀬駅は、以前は駅員が多い大駅ですが、今は無人駅になっております。この越後広瀬駅は皆さんご存知と思いますが、トラサンシリーズ、男はつらい運動費、1971年、昭和46年に建設したところでございます。この越後広瀬駅がトラサンのロケでしたところですが、通過しました。右手の方が薮上ダム、薮上発電所の薮上ダムであります。岩盤の切り方のところにダムを作っております。発電用になっております。間もな
手の方に撮影ポイントになっております。新潟県が撮影ポイントとして駐車場を整備したりしております。今日ただこの下立地ですので、知らない人は通れないんですが、もしかするとそこに撮影、三脚が立ったりして、お構いください。ランの上をまたいで、シンポクラスの恐竜を守らせていただきます。左側が撮影ですね。右手側のダムの上に向かってきます。大倉さんは恐竜ですね。いないですね。ここからまた上り区間に入ります。最近ダムの雪流れというものが話題になっております。ここでは ここでは運転停車で止まります。右手が東川警部、それでこの大鹿川駅も建物は市の施設と鉄道の施設が一緒になって列車交換作られるという避難指定という、あ、手を振ってます。鳥鉄の佐藤道彦さんで只見線の本を書いておいてしてですね、私の元同僚を伝えてきて、列車はこれから会津と越後の県境に向かって進んでいきます。でもこの区間は完成したのが昭和46年、大鹿川までは昭和17年に完成したんですが、この大鹿川と只見間はつながっていなかったんです。昭和4年ご乗車くださいましてありがとうございます。まもなく只見です。お出口は右側です。
本日も JR 只見線、ご利用いただきましてありがとうございます。これより先2011年7月から、11年2ヶ月間不通となっておりました区間へ列車入ってまいります。これより先進行方向右側ですね、ですねこの一帯、2011年の水害以来、河川の拡幅工事などが行われております。この辺りは、近隣の方々が、木を伐採してくださいまして、非常にあの写真のスポットとしても有名になりました。会津蒲生駅では2011年水害の際に列車が孤立いたしまして、その孤立しました列車をですね、この先のスノー施設の中で冬の間保管いたしまして、雪解けを待ちまして、車両を搬出いたしました。その列車を保管しておりましたスノーシェットを間もなく通過いたします。現在通過しているスノーシェット、こちらで2011年水害で孤立しました車両を保管しておりました。この森林を抜けますと、まもなく第八只見川橋梁に列車は差し掛かります。第八只見川橋梁は2連トラス式の鉄橋でして、昨年の夏、全線開通前にレールウォークというイベントを開催しました鉄橋でもございます。現在列車の進行方向右手前方に第八橋梁が見えてまいりました。どうぞ皆さん、第八橋梁からの雄大な只見川の景色ご覧ください。しております、発電所ですね。こちらは東北電力稲川発電所になります。こちらの稲川発電所は只見町町内を流れます稲川から、水をこちらまで引きまして、こちらで発電をしております。工事過程が、変わっていました。そのため開通が1年延びまして、只見線復旧区間の中で一番最後まで復旧工事で時間がかかりました鉄橋になります。撮っておりました。
代行バスもそちらを通っておりましたが、現在はこんなトンネルが開通いたしまして、車の方、ダムの上を車が通過するということはできなくなってしまいました。まもなく本名駅通過いたします。この本名集落は、屋根がみんな、みんな赤い屋根や茶色い屋根などの自宅が多くなっております。途中ビニールハウスの、パイプを利用しました、かぼちゃ、こちら赤いかぼちゃがですね、金山町の、現在ブランドになっております金山かぼちゃになります。第五畳川橋梁になります。この 第五畳川橋梁は水害の際に一部が流されましたが、ほとんどが残ったため部分的に新しく架け替えました。架け替えられた部分は会津川口駅寄りの区間になります。現在通過しておりますこのトラス橋の部分、こちらは、水害前と同じ状態で使用しております。現在列車が通過しているあたりが新しく架け替えられた部分になります。ちょうど右側に船着き場を通り過ぎてまいりました。通常普通列車で早戸駅降りられる方は無免許の私の体験をされる方、または徒歩10分で1200年前に開湯した早戸温泉鶴舞湯に温泉に入りに行かれる方がよくこの早戸駅を利用いただいております。
大雨で集落がなくなってしまいまして、移転して現在は廃村になっております。では早津駅を出発いたしまして、2つ少し長めのトンネルをくぐりましたらば、第三相模川橋梁、第三相模川橋梁を通過してまいります。第三只見川橋梁を通過しております。この第三只見川橋梁、新緑、紅葉、そして雪の降る時にも山が間近に見える大変美しい場所でございます。撮影をされる方は進行方向左斜め上の方に国道252号のスノーシェット、その中から撮影をされている方が多く見られます。以前はたくさん撮影されておりましたが、10年、20年と経ちまして木が伸びてきまして、最近はあまり多くの方が撮影できなくなっていたんですが、奥会津の郷土写真家星健子さんをはじめ、福島県の宮下土木事務所の皆さんが景観スポット、整備をしまして、現在は約40人が並んでも撮影できるよというふうに、整備をされております。ただし左側に宮下などが見えてまいります。左側をご覧いただきますと、只見川の水面がよく見えますが、ダムを過ぎますと川底がずっと下の方になるのがわかるかと思います。このようにして只見川は海岸上にですね、只見川水系では全部で10基の水力発電所が設置されているということになります。只見川の源流は御前沼から水が流れてきておりますが、その辺りは電源開発、ペーパワーさんがダムを持っておりまして、この区間にまで来ますと東北電力さんのダム発電所になってまいります。ドアは開きませんのでご了承ください。皆様、右側の方の線路をご覧ください。小出行きの列車では会津宮下駅を出まして、次に渡ってまいりますのが第二只見川橋梁でございます。本日特別列車ということで、本当にね、徐行運転をしてくださっていますが、実は普通列車の際も運転士さんによって、ゆっくり走ってくださる方もいらっしゃったりしますので、ぜひまた普通列車にもね、乗っていただければと思います。第2只見川橋梁です。こちらは道路のすぐね、横を橋渡っておりますので、撮影来る際も車から降りてすぐに撮影できるというお手軽の撮影スポットです。ちょうど今2両目の方、左側のところに撮影できるスポットがあるんですね。そこから撮影をされると安全に、列車を目の前に撮影することができます。三島町の会津西方、会津西方駅周辺に差し掛かりました。皆様、右側の田んぼを見てみてくださいね。穂が出てきているのが分かる。お米の花、稲
稲の花って私実は見たことがないんですけども、本当に一晩だけしかね咲かないということで、白い小さな花を咲かせまして、穂と言われるようやく穂が出てきた季節になりました。あと一月ほどしますとこの辺りも稲刈りが始まってまいります。では次、トンネルをくぐりまして出たらすぐにですね、第一只見川橋梁、只見線では最も人気の撮影スポットにもなっております。第一只見川橋梁を通過してまいります。トンネルを抜けましたらすぐ橋を渡ってまいります。どうぞカメラのご用意をお願いいたします。それでは皆様、第一只見川橋梁を渡ってまいります。左右どちらからも車窓をご覧いただく美しい方もいますが、只見川の色、今日は濃い緑になっておりますが、最近も雨が降りますとカフェオレ色になっていることも多い第一橋梁の周辺です。撮影スポット、少し見えにくいですが、進行方向右斜め上のあたり、後ろですね、鉄塔の立っているあたりが道の駅から歩いて10分ほどの撮影スポットとなっております。滝谷川橋梁を通過しております。この滝谷川橋梁は只見線の中では最も高いところを渡っている橋でございまして、下の滝谷川からの高さは35メートルということで、昔はここで川遊びをしていたという。少々お待ちください。
く毎分間平均に停車いたします。この信号が変わりますと終の発車となります。列車のドアが開きますのでご了承ください。